せーの、こんにちは、ひまひまです。そして、りんです。二人合わせて、ひまーるです。イエーイ！皆さん、ここにりんちゃんが今見えてますよね。ねえ、りんちゃん。ということでですね、今回はですね、りんちゃん、久しぶりにですね、りんちゃんとね、お泊りに行ってきました。ねえ、楽しかったね、本当にね。今、りんちゃん、うちんちにいるんですけど。ちょっと、ごめんね。ここに。ということでですね、今日はですね、りんちゃんと久しぶりにお泊りをしましたー。で、その様子を携帯で撮ってきました。今回はそちらの映像を見ていただきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあ。はい、ということで、今日はりんちゃんに渡したいものがあります。いやいや。どうぞ。はい、じゃあ。ありがとう。ありがとう。うん、泣かないで、りんちゃん、泣かないで。はい、ということでね、開けていただきたいと思います。見えちゃった。じゃん、これは、私が好きな、クリスマスの、毎年、うん。うわ、懐かしい。去年もこれの絵柄でしたね。ありがとうございます。はい。いいよ。じゃん！お！これ GU の？私は、ピンク持ってるんです。おそうです。ありがとう、今日着よう。いやいや、そう、だから今日それで着ようと思って。ありがとう。うん、ごめんごめん、泣かないで。ありがとう。じゃあ行きましょう。次。最後。はい。このなんか、包み紙。あ、見ない方がいいかも。見えちゃうかも。触ったらすぐ分かる。分かった。グミ？お、あ、ナーズロープグミ。あ、そうそうそう。の、一回食べたことある。はい。はい。おー。でかくない？でかい。見て。全部、持ってきました。これは自信があります。あ、これ最後なの？うん。せーで。え、なんで？なんで？何？ミッフィー知ってんの？ミッフィーが好きって聞いたの。りんちゃんママに。すごい！買いました。ありがとう。私もね、それもそろ。やった！なんと、スリッパも。ミッフィー。これすごい可愛いよ。お姉ちゃんが持ってて、欲しくって。パクったの？そう。届く前ね。うん。お姉ちゃんが見てて。うん、そう。うんうん。で、うーんって思ったの。うん。いたら、うん、欲しくなっちゃった。うんって思ったけど、お姉ちゃんの見せたら欲しくなっちゃったんだね。そう。ありがとう。こうやってやるんだよ。僕と結婚してください。はい。あ、ちょっと待って、なんか、ね、はいのテンション低すぎでしょ。リンコ、僕と結婚してください。ごめんなさい。カオ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 。なんでだ。ということで、ありがとうございます。以上。ということで、はい。渡しましょうか、私も。私も渡しましょうか、面白い。うん、すごい。ありがとう。あ、これ好き。ありがとう。グミもらいました。ありがとう。下一回行ってきていいですか？はい。わあ！めっくりしてました。はい、こっちに、やつ打って、膝こうやってやって。ガルチ、はい。はい、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 後ろって言っちゃったよ。これどこで買ったと思う？ウィゴ。正解。だろうね。だろうね。え、嬉しい。明日これにしようかな。やったね。やったね。やったね。ごめんね。すっごい下にどん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 いってるね、今。大丈夫でしょ。絶対言ってよ。あ、あともう一個あった。ありがとう。もう一個あった。どうぞ。おー、ラッシュじゃない？え、開けていい？いいよ。え、これお風呂に入れんの？今日使おうと思って、どっちか行こう。めっちゃ可愛い、やばいね、これ。これ。黒。いや、シュワシュワのやつじゃない？これ、そう、地球のやつなんだけど、こっちが泡風呂になって、え、すげえ。2回使えるらしいんだけど、で、こっちが1回だけど、地球の色になるらしい。そのラメがキラキラしてる。どっちがいいですか、レンちゃん。じゃ、せーので指さそう。せーの。だよね。だよね。泡風呂って言うとさ、泡風呂が泡くなっちゃうんだよね。だよね。ありがとうございます。じゃあ、今日、入ります。じゃあ今からりんちゃんにメイクをしたいと思います。イエイ。女子のやつだよね、こうやって後ろに下がるやつ。ちょっと今ニキビあるんで、ちょっとね。はい、すいません。何？汗持ってる。
アイシャドウを塗っていきたいと思います。塗っていきたいと思います。白マッスル、ありがとう、ね、キモい、まつげなんが、ニキビがひどい。大丈夫、こっち向けばいいんじゃない。前はふざけてましたけどね。うん、じゃあ明日メイクやってもらうわ。いいよ、頼んだよ、うん、絶対可愛くしてね。分かった、可愛くしなかったら怒るよ。大丈夫、あなたは元から可愛いから。はい、今キュンときたでしょ。今日はね、久しぶりに幼馴染に会いましたね。そんな嬉しくないけど、そんなこと言ったら怒られるから。怒られるよ。あの、女の子の方、女の子の方の幼馴染じゃない、キャンメイクですか。そうそうそう、かわいい。男の子の方の、私がよくね、小学校の頃デブって言われてた人、デブって言ってたの、私のこと見てるかも。怒るよ。あー、そこね、そこに線引くね。じゃあ本当はね、ここが涙袋なんだけど、これはさすがにデブすぎるから、ここが涙袋、自作に線引いてる。いつもできました。ありがとう。え、かわいい。待って、かわいいじゃん。かわいいね。かわいい、かわいい、かわいいわ。大成功です。はい、お風呂、はい、お風呂、はい、お風呂、はい、やばい、お風呂あげました。ね、前髪が長いのと顔が黒いのと、まあ、この冬でと白くなるから、しかも丸顔だから頑張ります。え、りんちゃんさ、骨格がもうさ、こう縦に短いじゃん、ちっちゃいじゃん。見て、イエーイ。あ、私さ、かわいい、厚刈りだからさ、見て、半袖。あの下はね、ちゃんとじゃーん。じゃあ今からフルーツポンって作ります。あ、今から作るんだっけ。うん、イエーイ。今から、あ、これうちんちと一緒なんだけど。待って、どれる、これ黒胡椒ニンニク、赤でもらってるやつ。あ、そうなんだ。じゃあ今から作りましょう。なくなってリピ買い。おお、じゃあ今からこれを丸めて作っていきましょう。りんちゃん、はい、丸めました、丸めました。お、いいですね。どうした、はい、抜くとさせた方がいいよ。え、火ついてないんじゃない。火ついてんの。できました。すごい、めっちゃ綺麗。なんか横からも飲めないね。見てください、じゃじゃーん。いい、一回回してもどうぞ。こういう感じ、上にグミもね、散らばしましたね、今回は。あれ、いけ、いけ、すごい。あ、なんかさ、グミちょっと浸そうよ。おお。あ、これなんていうの、浸いい感じじゃない。オッケー。あ、取れた、今取れた。ってことでですね、皆さん見て、りんちゃん早く映って、映りなさい。ということで寝たいと思います。ねえ、りんちゃん、なんか言って。チャンネル登録よろしくね。お願いします。ね、ね、あのさ、ね、目標チャンネル登録者数、はい、お願いします。え？え？目標チャンネル登録者数。せーの !60 万人。60万人？よろしくお願いします。頑張れ。りんちゃんさん、りんちゃんさん。お。ちょっとやだ、20アゴになっちゃったらどうすんのよ。こっからじゃあ。どう責任取ってくれるの？こうやったろ？ということで、今からもう寝たいと思います。はい。つぼったね。ハモったね。あ、待って、お風呂から強調しよう。お風呂。女子の闇。なんでみんな後ろに下がるの？こうやってやった方が私の可愛さがわかるんだよ。知ってた？こうやってやった方がご飯に見えるんだよ。知ったよ。そんな。では、おやすみなさい。謎ザ謎ということで、起きました。おはようございます。何見てるんですか、りんちゃん。おはようございます。遅いや。あ、今起きたわけ
けじゃないですよ。はい、そうです。ちゃんとね、9時に起きてご飯を食べました。はい、6時に起きて、8時まで、穴雪見る予定だったんだけど、そんなの一切崩れちゃって、9時半に起きました。9時半に起きた感想を一言。残念。本当はね、4時間だけしか寝るつもりじゃなかったの。だけど、今もそのつもりだったんだけど。よいしょ。そのつもりだったんだけど、寝ちゃいましたね。まあ、今日はね。で、もしかしたらショッピングモール行くかもしれないんだよね。ショッピングモール？うん。私、今日寝相悪くなかった？全然。布団かぶってたもん。あ、よかった。今回は、寝相悪くなかったけど、すごいね、爆音でしたよ。アラーム、ね、やばい、ごめんね、ほん、私、スムーズで、もう何回も何回も流れたんだよね、アラームがね。そうだよ。でね、一回も起きなかったの、爆音で超。ね、見てくれ、絶対無理ゲー。りんちゃんはこの ライトをですね、私のスマホの上に置こうとしてるんですけど、絶対無理。うえーい。あと3分ぐらいしたら、準備しよう。やめて。あ、で、こっちこっちですから、ほら、オッケー、どう？ああ、まだいいや。どうぞ。あなたもやってくださいよ。私。鏡が1個しかないからさ。今日は何メイクですか？ブラウンメイクにしようかな。おー、ブラウンメイク。おー、下地を塗っている。私もやろう。メイクが完成してきま、完成です、私は。今日はこういうメイクで、こういうメイクです。緑のトパーズさんのカラコンをつけました。りんちゃんはこんな感じです。まだ終わってません。はい、今日は私のメイクは、ピンクメイクですね。私はね、はい、ブラウンっぽい。あ、いい？これ持っても。じゃじゃん。このエチュードハウスの、あれ、プレカラーシャドウだよね。それ。ベイクハウス。へぇ。これさ、どうやってこの名前決めるんだろうね。お、マスカラをつける、りんちゃん。うんが、もう髪の毛レベルだよね、ほんとに。かわいい、キラーン。今多分りんちゃんの前にキラーンってついた。あとは髪だけですね。皆さん、準備できましたね。できましたね。で、髪はおそろです。髪もおそろ、この洋服もおそろ、下もおそろです。です。イエーイ。全部今日は私のヘアセット、前髪以外。イエーイ。ありがとう。あとで、プリクラを撮りに行きたいと思います。時間があったら。ご飯食べたいと思います。ご飯食べながら、アナ雪見たいと思います。2。昨日地上波やったから、そう。それの録画を見ます。上映開始しながら、アナ雪2を見ながら、食べましょう。いただきます。上映スタートです。スタートです。いただきます。いただきます。あ、すごい感動これ。じゃあ見ましょう。2時間いきます。はい、今アナ雪見たよね。見た。今日眠くてさ、途中こうなっちゃったということで、今からプリを取りに行きます。イエーイ。見て、本当にオスロ、本当にオスロ。りんちゃんママ運転でよろしくお願いいたします。できました。タピオカです。プリクラ撮って、ちょっとゲームセンターで遊んで、タピオカで。やったね。やったね。それ何ですか？ピーチかマンゴーかどっちかは分かんなくなってきちゃった。マンゴーじゃない？ね、マンゴーじゃないそれ。マンゴーって頼んだのよ。うん、いやピーチだっけって思ったらピーチの味がしてきて、うん、やばいわ。マンゴー。マンゴーカルピスのやつです。フルシャックとミルクティーです。美味しそう。はい、というわけでですね、帰ってきてりんちゃん家で TikTok たくさん撮って、今からちょっと取ってき屋に行って、で、お食事をして、もうお別れですよ。もしかしたらこの後ね、りんちゃんがうちの家に来て、あ、そ
う、明日ね、休むから。そう、私も明日休み、日曜日なんだよね。そうなのよ。行こうかな。うん、行っちゃうの。え、じゃあ、貸して。ちょっと今さ、ちょっと今言いに行こうよ、りんちゃんママにさ。あの、明日やっぱ時間があるので、今日、りんちゃんが一日にお泊まりとか。やっぱりダメでした。はい、ダメでした。今回はこんな感じで終わりたいと思います。また遊ぶとき撮りたいと思います。 TikTok も見てくださいね。お願いします。では次回のヒマラ動画もお楽しみに。せーの、バイバイ。せーの、バイバイバイ。